し。適当流すか。この佐野直人も動き見習いたいな。割とミツル戦寺田ジャンシーが有効って山下さん聞いたから、帰るか自分の試合。コンボ選択ミスだわ。死はなかったとはいえ、なんかもうちょいいいコンボできたはず。Thank you.
早送りになってるこれ。マハゾフだよ嫌い。あ、はい、いらっしゃいませ。マハブフラインは最強技なんで仕方ないっす。まあでもナオトだったら一応抗えるものがあるかもしれないって聞いたんで、SB コーツ嫌いSB コーツはそんなそこまで強いですかね。自分のキャラだから別にめっちゃ強いって。強いよ。強いですか。そうですかね。75% ハックンだからまあそれぐらい許してよって感じですけどね。もうてかなおと SB コーツなかったら本当に弱キャラだから。ミツルの対攻撃ジャンプ攻撃ほんま潰せんなんだけど、今の狙撃の距離はホールドアップしか入んなかったし、無動やってもあれは当たらんかったな。だからあれが正解だと思うけど、キンバ打って SB コーツするだけのゲームだからなこれ。この日仕事終わってテクノ行ったんで、さっきの山下参戦が初試合なんですけど、まあこの日は本当にひどかった。ひどかったっていうか本当に俺が弱かったっすよ。もともと弱いけどさらに弱いと感じた日でしたね。この日はまあ、一応グルポさんと山下さんと俺が多分メインになると思うんで、
これ死ぬからな。もうちょいじっくり行きたかったけど、泳ぎ状態の立ち回りがちょっと難しいかな。しっかり運命ゼロにしてるところはまあ判断まともだったかな。タイトルにナオト入れた、ナオトって入れた方がいいかもな。結局多分俺が半分ぐらい映ってる気がするし、まあ、俺の無様 な負け試合を競りすぎですわ。弾が少なすぎてヒット確認ができんかった。しかもこのワンバコンすげえ下手すぎる。いやゲージ見てなかった全然。やらかしてしまった。攻めてやるなら帽子足払い SB ザッパーやってハイジャンプし、いやジャンシー空中ビレンガかな。それワンバーしてからのコンボだったらワンチャン殺せたかもしれんけど、見るとこ多すぎるよ。ん？見るとこ多すぎるって、あーなんか他にも放送してる人いるんですかね。まあ別に俺の枠なんて、まあ、まあ見る要素な見る価値ないんでまあ 俺がただ単に振り返って今後の糧にしようかなと思ってるだけなんで。友の佐野直人もちょっと参考にしないと。いや近場に直人がいるって助かるわ本当。いや、玉ゲージとか運命とかの
ことですね。わら。ナオトの話ですね。はい。いやまあ、玉ゲージ運命カウントはまあ普通のナオト使いなら見れるんで、まあそこはいいとして、玉はねちょっと今でも見れないこともあるんで、ナオト使いの永遠の課題じゃないですかね。やっぱ、いや特に玉が 2、3 しかない時のあれがやばい。2個3個だったら本当に混乱するんで。俺と違ってめっちゃ攻めるな。もう完璧。割とこの体力危ないんだけど。あー死んだかも。セーフセーフセーフ。アイギス戦はこれはモミツル戦も割とテイダージャンシーが通るとのことなんで、俺も積極的にこの2キャラは攻めの姿勢を見せていきたいけど、まあワンチャンラストショットがあるんで、なんか通れば勝てる。あー狙撃締めでよかった。普通に来た。あーゲージ使っちゃったか。俺はさすがにゲージ使わんない。ゲージ使ったらここ絶対負けちゃうんで。でもバースが溜まってたらワンチャンあったけど、
フルポさんには 5-0 の時感じただったら絶対に勝ってもらいたい、んですけど、ちょうどこの試合感じに負けてませんでしたっけ。あれ、あの場にいた人ですかね。まあグルッポさん負けてましたけどね。いやグルッポさん感じに勝たんとダメでしょう。IS 感じってどうなんかな。普通にIS有利な気もするけどな。ちょうど昨日で32人全員揃ったんで、やっとまあ揃ったか。東ってどっから東か、まあ全然覚えてないですけど、まあ1回戦は関東の人らと、関東っていうか東か、渡るとして、どんなキャラと当たるかな。東の人らは、割と直人戦やってなさそうだから、それがうまいこと噛み合えば、どうかが悪かどうかの彼だからくさ。静岡、大木さんがどっちに入るかってことですか。静岡東、普通に日本地図で見れば東なんですけどね。まあユキコもし東に入っちゃったら、まあやるしかないんですけどね。通すな。通すな、ほんと。よく通すよ、ほんと。
うわー、なんだこれ。ほんと喋ることねえな。いつもなんかフォロワーじゃねえや、リスナーの人がなんかコメントくれるから喋れてたけど、いつも見てる人がいないと何も喋ることねえ、ほんま。試合のこともなんか淡々と見てるだけで。ワコです、お久しです。あれ、ゆうかさん久しぶりです。あら、今作やってないんですかね。やっぱもう前作ゆうかさんのラビリスといえばもうスーパートップクラスで、本当にやってたりやってなかったりですね。やってはいるんですね、ちょっとは。いや、まあ家庭用ももうすぐ出るんで、出たら人いないのであれ、でも東京に住んでらっしゃるって言ってませんでしたっけ。東京人いないんですか。東京でも端っこの方なのでいないですね。端っこなんですか、そうなんですか。まあまあ家庭用が出たら、まあ家庭用はいろんな要素があって楽しそうなので、まあ、ただラビリスがちょっと弱いんで、まああれですけど、まあラビリス以外でも、まあ、新キャラいっぱいいるんで。ミツル使いなので大丈夫です。あ、そういえばミツルも使ってましたね、最近。あ、ってことはこれ山下さんミツル使ってるからちょうど参考になるのでは。黒焦げか、やっぱり。あ、そろそろ次行くかな。ちょうど、まあ、次行くいきます。オツです。はい、お疲れ様です。よし、止めとこうか。まあもうちょい時間経ったら流しますね。そろそろ。いや、この日山下さんと対戦して、やっぱミツル辛いですね。やっぱもうそもそもこの日まで ほとんどミツル戦が
あまり発生しなかったので。和子です。ミツルナオトってどうなんですか？いや、いらっしゃいませ。めっちゃ辛いですね。まあ、この日もボコボコでしたし、金曜日もボコボコでしたし、昨日もボコボコだったんで。あゆかさんもいらっしゃいませ。いやー、ミツルナオトはですね、まあ不利でしょうね、これは。和骨です。アゼファーさんいらっしゃいませ。やっとなんか喋れるようになってきた。もうちょい試してないことが2つほどあるんで、それ試せたらもうちょっと変わるかなと思うんですけど。まあ、一応ミツルもミツルでこうやって籠城されたらきついっぽいんで、まあやっぱミツル戦も基本籠城メインの方が勝ちは安定すると思います。ミスとか、このジャンベがね、2B でやっぱ勝てないんで、もうあんなとこでとっさにシーズアッパーも出せるわけないんで、あそこガード しかないか。そう、ミツル戦で試してないことが2つっていうのはなんだっけ。ああそうそう、今作のミツルの 2B が弱くなったから、割とテイダジャンシーが通るみたいなことが。山下さんそう言ってたんで、テイダジャンシー通るかなと思いつつ、まあ試してないんですけど、まあ試す。今作はめちゃくちゃテイダ通りますよ。あ、そうなんですか。ちょっと試してないからちょっと分かんなかったんですけど、まあこれが試してないことの一つなんで、触りに行くときはまあテイダジャンシーをメインにしてやっていけばもうちょっと簡単に触れるかな。ミツルは 2B 弱くなったからな。あ、いらっしゃいませ、5個目さん。完全に 1.4 置き 2B 以外はまず落とせません。なるほど。やっぱそのミツル 2B 弱くなったといってもやっぱ俺分かってなかったんでというか真田戦しかやってなかったんで、テイダジャンシーがもう死亡フラグとしか思ってなかったせいで全然試せてなかったんですけど、まあ IQ 戦も割とテイダジャンシーが通ってたんで、真田の 2B 相変わらず強いですもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。もう真田の 2B とは別物、別物、まあ別物なんですよね。やっぱサラン 2B が強すぎるせいが。 P4U でも真田先輩には超かられる。
俺は悪くねえ。あれ、無水さんがいた。無水さんいらっしゃい。無水さんをくん付けしない理由は、俺は無水さん信者だから。もじゃさん見てこくま。あ、くまさんいらっしゃいませ。もじゃさん、ちょっと数試合ぐらいしかないですけどね、あんま、なんだろう、この録画台であんまやってなかったんで。まあでも、まあ、最初のあと10分20分ぐらいしてきたら 3試合ぐらいは出てくるかなと思いますよ。ほんと少ないですけどね。いや、家庭を出たらまたゆうかさんやくまさんと対戦できると思うと前作思い出しますね。フェイタルコン、もう1から2年ってすごいですよね。だいぶ経ちますよね。懐かしいですわ、ほんと。2年ってもう2年経ったんですか。早いですね。全然そんな気しない。もうせいぜい1年ぐらいが。ミツル戦は基本籠城して触りたかったテータジャンシーぶっ込むみたいな感じがいいのかな。SB マハブダインがクソ強くて、このやってないことの2つ目なんですけど、 SB マハブダインってまあなんかホールドアップが隠るみたいなことを聞いたんですけど、全く分かんないんですよね。それが確定しますね。あ、そうなんですか。あー、よかった。隠りますね。あ、マジですか。日高さんもいらっしゃいます。あ、なんだ、やっぱ隠んのか。 SB マハブフダイン、今ムック見たらなんか1から何フレだっけ、10何フレぐらい無敵があるって書いてありましたけど、無敵時間関係なく隠るんですかね、 SB でも。まあとりあえず俺が覚醒中は、その覚醒中でゲージあった時に全然知らずにホールドアップ出してなかったんで、まあそこは安全直後は 10F 以上は危機です。あー、だったら10フレもあるんだったら絶対隠りますね。ホールドアップ安定後4フレなので4フレだったら隠りますね。じゃあ家庭用でも試せるような。あ、家庭用もうなんかもうめんどくさいんで
もう聞いた話でもう なんつうかもう起動するのがめんどくさいんで、もうそもそもなんだろう、俺が出されているのは SB マハブフラインだから、 SB マハブフラインってワンにないよなと思いながら、まあやっぱ有料トレもして試そうかなと思ってたんですけど、まあでも有志のおかげで解決しました。これから山下さんと対戦するときは家庭用発売したらマハブフもいろいろバレてしまう。いやもうずっと本当にマハブフぶっぱするの、ぶっぱっていうかさすがに咎めたいんで、何回あれにやられたことが、発動しちゃったらさっさと恥で裏回った方がいいですね。やっぱ裏回った方がいいんですかね。いやそれもグルポさんにもそう言われたんで、なんか裏回ったらなんか何かが変わるみたいなことを聞いたんですけど、なんだっけ、発射がどうかかなんか変わるでしたっけ。そこら辺まだ全然知らない。振り向かないっす。ああ、振り向かない、なるほど。いやみんな詳しいな。ミツル戦を本当にちょっとしかやってこなかったんで、ていうかそれ前作もそうだったか、なんか前作も恨まればいいみたいなこと聞いたけど、今作 やってなさすぎて忘れてたよ本当。前作は振り向くっす。あれ、ああ前作は、へえ、なるほど。じゃあフォードアップゲージがなかったらさっさと裏回った方がいいんですね。まあ、直人なら機動力あるし全然いけそう。これで一つミツル戦が強くなったかな。また22日金曜日にミントさんのクマと対戦する。カナダとナオトの機動力変わらないように見えるの気のせいですかね。いかやく。いやなんか変わ確かに。まあちょっとジャンプはちょっと違いますけど。もうダッシュはほとんど変わらないんじゃないですかね。やっぱお待ち、なんか SB コーツ出てないこれ。もうほとんど一緒でしょ。ナオトが機動力高いなんてもう昔話ですよ。こんちゃ、おひさです。あ、おかじさんいらっしゃいませ。
これスパキャンする必要なかったよな。スパキャンしたら負け。攻めと守りの緩急がすごくいいですね、ナオト。あ、そうですか。うん、ありがとうございます。緩急は大事ですよね。緩急はどのスポーツでも、スポーツっていうかどのゲームでも。まあ、ミツル戦はこの2、そのテイダジャンシーとマハブフの大将を覚えて、また来週山下さんと、あとミントさん、やっぱり真田には JB 機能しそうですね。ああ、いらっしゃいませ。真田戦は普通にジャンビー機能しますよ。しますけど、置きジャンビーをしようとしてジャンシークランドがすごい寒いんで、まあそこだけですかね。あ、タケちゃんいらっしゃい。おはようじゃないでしょ。おはようからお休みまでか。もう10時になるよ。寝てたの。あ、そう。いやでもなんか俺も今日ずっと昼寝してたし、疲れてたから。まあわかるよ、眠たかったよね今日は。なんか眠たかった、ほんと。あー、届かん。やっぱ裏回ったわ。コンボが下手、コンボ選択下手だったな今の。もうちょいシーズアッパー低め当てにせんと。普通のコンボでよかったね、コンボ見せる。あーぜ、そっか、さっき言ってなかったな。来週はミントさんのクマと山下さんのミツルと対戦するときにまた動画撮ろうと思うんで、なるべくそのマハブフとかの対処も取り入れてやっていきたいなと思います。動画撮れるかどうか分かんないけどな。この日の撮った動画もなんか途中から USB の調子が悪くて動画撮れなくなったんで、もし本当に調子が悪い、調子が悪いって何なんだろうな。なんか急に撮れ、ああ USB じゃなくて相性の問題なのか。なんか録画機材と相性が悪いみたいで途中から撮れなくなったんで、まあ本当に撮れたら撮って、まあ、また生放送するかな。狙撃がまた例のごとく早送りになってるけど、やっぱ直人も火力大概だよな。もうなんか普通に6戦7戦飛ばすもん。
あ、もじゃさん来た。この日なぜか岡山にもじゃさんがいてびっくりした本当に。で東京行くってのを聞いて、あ、やっぱ行くんですねって なったんですけど、もじゃさんどこにでも現れますね。いや、もじゃさんは本当にどこにでもいてどこにでもいないんで。もともとどこの人？え、もじゃさんは鳥取の人ですよ。もじゃさん地球がホームだから。地球？地球とか言っちゃうか。地球ってすごいな。かっこいい。世界規模。いや、地球っていうよりか、まあ、普通にジャパンでいいんじゃないかな。ジャパンで。ロケット花火ショーランプで避けてませんでした？え、そんなことが全く覚えてないですけど、普通はもし避けれたとしても、馬に乗ってコンサクびっくりくらい、まあ縄跳び振りなんじゃないですかね、やっぱ。でもやれないことはないみたいな、そんな感じですけど。まあ、やっぱクマも SB コードされたらただの人形なんで。そこかな、やっぱ SB コードしたら全然クマ戦ワンチャンあるのが。クマがびっくりなら一番きついキャラって誰なんです？一番きついキャラですか？いや、水無月だと思いますけど。まあ、俺が言う、そんなに水無月戦をやってないのがあれなんで。かき氷？シャドウミツル？いや、シャドウの話はちょっと分かんないんで、結局。そうそう。いや、シャドウは分からん。俺普通にノーマルでしか考えてないから。みなずきは泣きたくなってくる。まあ、水無月はね、ちょっと本当にトップクラスの水無月とやんないと分かんないけど。数字の人にしょがりされるんやけど。数字？クソ甘えた、これ。うわぁ、ナオトのネタがバレた。俺が甘えてワンマーバウサー使わんかったせいで普通に抜けられた、あれ。黄金ネタを。まあ、なんか割と抜け方有名になってきてるし、まあいいんですけどね。まあ、抜けられたのはもじゃさんが初めてというか。もどんって空が不可なの？空が不可だよ。後ろ受け身空中爆捨てで安定なんですかね。そうですね、安定ですね。ハメやん。ハメじゃねえよ。今抜けたでしょ、普通に。抜け方があるっていうの。抜けれない人はまあはめ、ただのハメかもしれんけど。
まあでもあれ 75% あったら普通にそんなことせんでもつながるから、 SB レンガハマウンで、あんなことせんのは 50% しかない時だけだよ。とこら辺までは行ったっぽいんだけど、あヘッダー、ハマオンで空打されてるところへの無ドーンもガーフなんでしょうか。まあガーフらしいんですけど、そもそもノーマルナウトでそんな状況ないですからね。普通に無ドーンの発生が遅いのと、ハマオン後のペルソナ技出せる時間が、ハマオンでペルソナ使ってるから無ドーンすぐ出せないんじゃ。まあそうなんですよ、無ドーンすぐ出せないのもあるし、いくら高めで食っと1分経ったし流すか。無水信者です。あ、日高さんいらっしゃいませ。俺も無水信者です。どうしよう。若信者です。あら、マグヤマさんいらっしゃいませ。俺の信者いる、いないと思ってましたけど。あ、なんかおたてくらってるわ。毒が最高ですか。どういうこっちゃ。あ、ゼファーさんいらっしゃいませ。あ、さっきの質問のなんですけど、なんかシャドウはなんかそんなことができるみたいなこと、連携があるみたいなことを聞いたんですけど、まあノーマルはまあできないですね。少なくともノーマルは絶対できないです。俺がまずハマをどれだけ高めでガードさせて無ドーン出そうと、まあまあ無ドーンがまずすぐに出せないんで、ある程度遅れた無ドーンになるんですけど、やっぱ無ドーンの発生も遅いしで、ね、普通に着地されて重なれませんでした。和骨です。あ、ごこめさんいらっしゃいませ。おもじゃさんうめ。あ、なんかでんでそうなんですね。ありがとうございます。まあ家庭用データは分かんないですけどね、なんかあるのかもしれないけど、まあでもね、やっぱ 100% そんなとこで 100% 使うぐらいだったらもっとあるでしょうみたいな、その連携に行くためにどんだけゲージを使うかってことですよ。あ、グルポさんのかっこいいコンボが見れる。あー、グルポさん、グルポさんやりすぎじゃ。グルポさんこのコンボ微妙だからなって言ってましたけどね、オルキアいっぱい使うから微妙って。恐ろしい笑。かっこいいからいいじゃんと思いますけどね。
うわぁ、うわうわ、何が起こっているんだ。次は誰だ？山下さんだ。キンキップ2人本戦も2人とも勝ち進めばこのカードが見れることもあるでしょう。 あとこの山下さんとグルポさん、本戦後翌日にある5オンで同じチームなんで、まだエントリーしないですけどね。まあチーム名が決まってないんでエントリーしてないだけですけど、まあ、このチームを応援して くれる人がいれば嬉しいですね。すげえな。俺もゴフレコッパン欲しいな。あのドラゴの読み合いに勝ちたいんだけどな。こうやって相手にゲージ 100% ないとき、大盾ガード普通にガードした方がいいよね。離れちゃって何もできない。てか 100% あっても普通にガードしてワンモアキャンセルさせる方がいいのかな。ナオトだったらまあ狙撃があるからいいけど、まあ狙撃ゲージがない時もあるんでね。やっぱナオト機械ですが 5F 欲しいって言うとクリシュあるじゃんって言わいかなく。いやクリシュあれ80007フレらしいですよ。5フレあるじゃんって、クリシュあるじゃんって言われて、あこれ8007フレだからって言えばいいですよ。5フレなんてねえよみたいな。ホールドアッパーが一応4フレだけど、ホールドアップなんか放せるかよ。そもそもドラゴ 5A 出してないと読み。8フレでしたっけ。いやまあやめてくださいよ5フレコパンなんて。もう
最強キャラじゃないですか。ミツルの声が5フレ、あ、遅いおかげで、あと硬直がでかいおかげでなんとかやれる部分もあるのに、ロフレなんてことにしたらもうナオト絶対勝てんすわ。声だけで負けますよ俺。覚醒技でななんてしょぼーん。いやなんかムック見たら4暗転後4プラス3って書いてあったんで、クリッシュがクリッシュのサイズホールドアップからホールドアップの暗転から最速のクリッシュ派生が4プラス3って書いてあったんで、多分クリッシュは7フレです。遅いです正直。前作4フレだったんですけど、攻略本に発生フレームまで書いてるんですか。なんかムックそう書いてありましたよ。まあでも結構誤植もあるんで、なんつうか信用できない部分もあるんですけどね。誤植というか書き忘れというか、うん、いや ムックってまあ誤植があるからムックというか、なんというか誤植のないムックってムックじゃないっていうか、まあ、しっかりしてくれ、しっかり書いてくれとは思いますけどね。体力低いな。まあ、もう後半俺全然勝ってないんで全く参考にならないんですけど、まあ、負けた試合を見返してダメな部分をしっかりしていきたいな、うん、あこれあ空中にいたから、空中にいたしプラスジャンプ D 出してたからあれだけど、山下さんやっぱ強かったっすか。めちゃくちゃ強かったっすよ本当。PSR 見たら分かりますけど、何番目だっけあれ、まあ全国で 5、6 番目ぐらいに PSR 高いですからね。そう弱いわけないですよ、絶対強いですよ、めっちゃ強い本当。
もう勝てない勝てない。こんだけマルチにいろんなキャラ使えれば、立ち回り硬い人がこのキャラ使うとヤバく見えますね。PSR は当てにならないでしょ。地方差もあるし。まあね、その、まあ、山下さん何でも使えるけど、ミツルっていうね、この堅実なキャラ使ったらやっぱ鉄板ですよ。ガードも硬いし、いいキャラ使ってますよ、ほんと。 PSR 当てにならないですかね。まあ俺割と信用してますけどね。まあ地方差あるとはいえ、結局800以上の人って弱いわけないんで、絶対。まああと、まあなんていうかな、800以下の人でも、なんつうかな、もう名前知ってる人だったらもう、まあ、強いってのわかるんでね。まあ結局はやっぱ対戦してするのが一番わかりやすいかな。ダンよりは PSR の方が信用できそうなイメージ。あ、まあ確かにそれはありますね。もう結局このバージョンアップしてから師範代なんて、もうなんだろう、どこにでもいるし、めっちゃ多いし。今までなったことある人っているんですか？今のところ太一さんしかいないですね。そもそも条件が分かってないんでね、王者の条件が。まあやっぱ師範同士でやりまくるしかないんかな。ミツルのコンボわかんないけど、フルコンなのかなこれ。よそ見してたら終わってた。いや、なんか普通に逆切りガードして、ゴビーフェイ、ゴビーかタメ、ゴビーフェイタルしてた。火力がやばかった。いやー、そうなんですよ、ほんと。言うてな、21個目さんいらっしゃいませ。火力やばいっていうか、名前ついてなかった。あれ、アヒルさんか。いらっしゃいませ。もう俺ここから全然勝ってないんで、ほんと
この人全然勝ってない、本当。最初しか勝ってないですよ。ベルッチの時山下さんと何戦かしたけど全く勝てんかった。いや俺も全く勝てません。全く全然勝てないです。てかアヒルさんちゃんやってます？ペルソナ全くペルソナの話聞かないんですけど。ぶっちゃけこんだけ硬い人ってあとアルティメット番長ぐらいですよね。いかやくもうずっとやってないぽよ。こんだけ、いやマットさんも硬いですよ。いやてか硬い人なんていっぱいいますよ。こんだけって言われたらまあこんだけって言われたらまあうん、まあ限られますけど、ガードも硬くてファジーもしっかりしてる人なんて、まあやっぱ一番上はシッキーくんかな。で次マットさんなんじゃないかな。シッキーくんや山下さんマットさんは本当に俺が今までやった中で一番崩せないと思いました。あ、これ繋がるか。やっぱ繋がらんかった。関西勢やばない？わら。いや、俺、ま、ていうか俺、関東勢とやってないんで、関東勢の誰が硬いとか知らないですけど、まあ、関西勢の中で硬いと思った人は、この人たちですね。まあ、アヒルさん、家庭を出たらか、まあ、期待してますよ。今もナオト使い手薄なんで。ていうか、ノーマルナオトがいなくなって、もうみんなシャドウ流れちゃってるんで、あーこれあこれっていうかコンボミスってるし、あーこれじゃなくてさ、自分の家でできないから誰かの家に帰省するまん。でも結局そうめんなんですか。まあアヒルさんも機会があればまたプレマしましょうね。プレマかロビーとかいうやつ。プレマしたいですね。したいですね、ほんと。まあ、ていうかまあその前にアヒルさん飲み会来るんだからさ、飲み会来るし、その時ペルソナやりましょうよ。いやプレマ、いやまあていうかニコ生って生放送はまたやるんで。飲み会の日仕事入って、え？キャンセル出すの忘れてた。え？え？タイミング悪く翌日から4連休始まってしまう。マジか、ヒレさんおらんのかよ。どうするんだこれは。うわえマジか、ファイブオンとか出ないんですか。アヒルさんにない飲み会とか。あれ電波さんいらっしゃいません。まあまあ家庭を出たらまた生放送するんで、その時にプレマカロビーかやって、まあまたみなさんと対戦したいですね。前作コーンのハサクマさんとサロンさんってうとぶが、前作家庭用でやった人らと。いるな。ファイブオン出ないんですか。あーマジか、遊ぶのか。遊ぶってファイブオンで遊べばいいじゃないですか。マジか。じゃあスロットなの。スロットってそんな熱い、ファイブオンの日にはそんな熱いスロットがあるんですか。
勝てなきゃ意味ないですよ。まあまあ3人で打ちたいねってずっと言ってていい機会だから、まあまあ楽しんでくだされ。ってことはアヒルさんと会う時なさそうだなこれ。なんてこったい。顔出せたらゴーンの途中から覗き行くよ。ああ了解するよ。だったら俺もその日まあ夜の8時かな、遅くて8時ぐらいまでいるんで。まあよかったら来てくだされ。夜なら多分行けるかも。了解する了解す。ああそうだ、山下さんにも言われたけど、このため語尾、ため語尾か6尾か忘れたけど、その BK、ためた B 系統のダッシュキャンセルの護衛は投げで勝てるからもっと狙ってみた方がいいって言われたんですけど、ゴフレコパン持ちならゴフレコパンでいいんだけど、ナオトだからな投げぐらいしかないって。投げかくるんすかあれ。相手が護衛出してたらいけるみたいらしいですね。まあそこら辺は他のダッシュキャンセル系統と似たようなことで。まあ大抵のダッシュキャンセルは有利じゃないですからね。それ大会でダッシュキャンセルからゴビーされるやつや、合格戦じゃ。まあそうやってそうやって情報戦するのが、あれそれでゴビーされたら本当に泣きそう。合格戦ですよ、もう俺勝てないですもん、全然勝てませんもん、こんなと変なところに罠置くしさ。減りすぎはロタ。もうアイニスこんなもんですよ、もう俺がリバサキンバしなかったのが悪い。リバサじゃねえな、あれ引きずり下ろし、引きずり下ろしを素直に着地したのが悪いです。ああいう時は二段ジャンプがいいよって言われたんで。ああホームミスる。最悪、これもこれ絶対これが原因、低段の高さミスったおかげで SB コース出せずに変な覚醒の入り方になって。1%足りない。そうなんですよ、ちゃんとねしっかり狙撃に入るルート完走してたら高すぎたかエリア選択したんですけども、なんつうかな、しょっぱいな。
まあ俺が下手くそすぎるもん勝てないもん、ほんと後半全然勝ってないし。あーてかちょうど枠終わるな、止めるか。1分経ったら流し、いや流すか。ちょうどランニングの演出も入ってちょうど1分ぐらいになるでしょう。和骨です。はい、1個目さんいらっしゃいませ。この日本当にね、アヒルさんは誰かの信者です。え、無水さんの信者じゃなかったんですか。日高さんもいらっしゃいませ。和骨です。アゼファーさんいらっしゃいませ。出ないんだけど、ゴシ。まあこの日ね、グルポさんにすっごいボコボコされてへこんでたんですけど、次の日あのグルポさんからまあいろいろ対策も聞いて、なおかつ自分がもっと落ち着いてプレーするようにしたら割と良かったんで、なんだろう、そう、相手戦はね、やっぱバースポイントがやっぱ最初俺下手くそだったんですよ。でそれもちゃんと教えてもらってまあ汚い花火が打ち上がることも少なくなったし、あとはアイギス側が本当にナウトのテーダジャンシー見てから2ビート落とせないんですよね。そのおかげで割とテーダジャンシーがしゃがみカウンターすることが多くて、まあ、おかげでそのテーダジャンシーのおかげで割と勝ったような、まあ、この翌日ですけどね。あーコンボミスるか、下手くそすぎる。もうこのアイギス戦困ったらテーダジャンシーでいいっすよ、ほんと。軸自動の部分が地味にむずって実戦だとミスっちゃう。そうなんですよ、高さによって難易度変わっちゃうんで。でもやっぱ高すぎるとシーザッパ越しが、あ、サブネロさんいらっしゃいませ。シーザッパ越しの時点でだいぶ高いとやっぱジャンシージャンディを選択するか、越しの後空中 A レンが着地 2B 越しために C とかそういうコンボするしかないんで、あっこの調整結構だるいですよね。だるいですね。まあ空中 A レンが広いでもいいんですけど、ためになんだろうな、最初にために C 使ってたら空中 A 連が広いもしょぼくなっちゃうんで、なんだろう、ナウト使いにしかわからんな、ここら辺。
空中 A 連がするってことは 2B 越しために 2C でコード調整しつつもう一回 C ザッパー入れたいんですけど、最初に 2B にために 2C 使ってるとために 2C 入れちゃダメなんで、まあもういいやめんどくせえ、説明するのがめんどくさくなってきた。まあ高すぎたらジャンシー・ジャンディーか空中エレンが広いどっちか選択しましょうってことで、今のザッパーすげー、いやーザッパーは強いですよ。最低ガードさせられれば強いですね。スカったらもう目も当てられないですけど、まあ、空中を相手が空中にいるときに振ればまあ大抵は音がめなしなんで、そう C ザッパー打つときに辛いのは相手が地上にいるのになんかもう手出してくるかなみたいな読みで C ザップ振るのが一番ダメなんですよね。ちゃんと上いるの見てから出さないと。トーサの波動入力って結構波動対空って結構難しいんで、そうしね、もうなおと結局これなんで体力ドット残ってても全然ワンチャンあるんで、2コンボで倒した瞬間がたまらん。なおと火力バリ高いですからね、運命カウントじゃなくて普通のコンボで倒したらめっちゃ気持ちいい。Cザッパ振りすぎて相手が地上にいるのに Cザッパ振ってこういう風に押し置きされるのが一番寒いんで、ちゃんとマジレスされて 2B からじゃブーストジャンシーメギドってマジレスされてるんで、ちゃんと上見ないとダメなんですよね。言うて相手も地上にいる相手に対空技出してるという。あ、ペットさんいらっしゃいませ。バータイすごい。バータイなのかな。なんか勝手にガードになったっていうか、いや俺バースト読んだんかな、あれわかんねえや。どうでもいいやあれ。いやでもグルポさんも後で話しましたけど、いや言ってましたけど、 C ザッパースカはやっぱオルギア状態の時は 2B がいいかなって言ってました。 C ザッパースカ見てから 2B ブーストチャンシーがやっぱいいかなって。 5C だとなんかやっぱしょっぱいなって言ってましたよ。5C だと距離によってつながらないから、通常状態だったらまあ 5C しかないかな。 5C ガトリングか。
くらいしかねえかなって言ってました。こんな辺の笑いやもうミツル普通ノーマルミツルはやばいですよ。やばいっていうか、まあ、シャドウもあれですけど、ノーマルも普通に減ります。何さっきのマハブフコイ、え、かっこいいコンボです、ミツルの。俺昨日なんかあのワンバプラス 150% 使われましたけど、ミツルに8000減らされましたからね。8000減らされて普通に負けましたからね。体力大幅逆転してるのに8000ですよ。800010割じゃないですか。やだ、ほぼ10割ですね。まあなおと8500なんで ほぼ10割ですけど、ミツルを追い詰める方が悪いまあミツルにそんだけゲージを持たせた俺が悪いということで、それだけゲージを持たせたミツルに攻撃を当たった俺が悪いってことで、うん、まあそういうことでしょ。 P4U には追い詰める方が悪い。いや白面、まあ白面みたいなもんですよそんなことされたら。言うて、あ、まあ白面のはバーストできん、何や、さっきのマハブ君はバーストできんからあれやけど、ナオトもねえやっぱ10割あるんで、ピホイズね本当に逆転要素が高いゲームになってしまった。うん、前からかもしれんけど、こんなにヘルコンボがありすぎなんですよねこのゲームまあいいことだと思いますけどそんなゲームを楽しんでやってるんで。シャドウチはね、本当。まあこっちも追い詰められてからの逆転っぷりが大概ですし。まあそうですね、結局全キャラワンチャンあるんじゃねえの。前作は置き攻め強かったからみんな状況取って安くなってるだけ、いか楽。ああなるほど。てかまあシャドウチね、俺もタッケンといっぱいやりましたけど。辛い、その一言まあそうですね、前作あれ見えねえわ。前作はね、そうか、置き攻めが強かったな、そういえば。前作も頑張れば減らせてたんですよね、そういえば。お、ワンチャンあるぞ。ここ負けたら寒いな。ゲージこんだけあるし、バーストも持って、うえエレンガはまあ見えないですかね。まあ山下さんがあれだからあれなのか。うわー、もう先にバースト使わされた、相当寒い。受け身取らんかったらよかったんかな。おお、邪魔した。あれ、いや、あれ、この状況から勝つのが山下さんやばいね。あれ、受け身取らんかったらどうなるんだっけ。あれ、リレー受け身。ああ、マハブフ、あのダウンして、マハブフダウン、マハブフダウンじゃねえなブフダウン当たる前に受け身取ればよかったのかな。
ああ、ホールドアップできたかな、今の。まあ、この日全然知らなかったからやってないけど。ああ。最悪。何をしたかったんだろう、俺は。全然間に合ってないし。ワコデスシモ村、だぜ、わら。うるさい。ごめんなさい、でも。いや、もうもうちょい硬直長いかなと思った。わら、お互い獲物を使わないという戦い。あ、シモ村さんいらっしゃいませ。いや、まあ今のは笑われても仕方ない。俺もねホールドアップかなと思ったんですけど、本日1回目のクリッシュゲー。まあこういうクリッシュゲーもありなのかな。俺もね、いやホールドアップでいいだろうってマジレスしようかと思ったんですけど、いやもうここは最大狙っていこうと思って欲張ったんですよ。単発で殺してやろうと思って、そしたらああいうことになりましたね。銃じゃなくて蹴りで殺そうとする魔音使いの鏡だよ。ホールドアップ30し、ホールドアップしない。月明かりさんいらっしゃい。いや、ホールドアップ30社ね、卒業したいんですよね、そろそろ。でも何かしらの音使ってたらあるんですよ、やっぱ。やっぱあるんですよ。ホールドアップ関連のコンボミスが。コンボミスじゃなくても何かしらあるんですよ。てか、暴発もあるしね。A 狙撃出そうとしたらホールドアップ暴発とかあるし。電波さんがアヒル三角形コン作ってた。え、それコンボじゃないじゃないですか。コンボミスったし、最悪や。さすが 6D まで出しちゃった。アヒル三角形コンの話します。どうぞお願いします。アヒルさんがネタになるなら。ほら来た。アヒルさんってあれだろうな、ホールドアップが当たらない、そもそも出ないやつだよな。当たらないじゃなくて出ないんだよな。運命ゼロになった。出ないし、出ても初弾が当たらない。バスタ使うとこ分かんなかったし、そもそも1個前のコンボで 5C 当たんねえのに 5C 出してる時点でおかしい。ただ単に SB ザッパー C 狙撃フラを補正きつい時にやると、 SB ザッパー C5、 はいはい、下に薄いキャラにフラ当たらないっていうだけ。はいはいはい。あ、マジか。でもノーマルの後でもそのコンボ使う時あるけど、補正きつい時はないからな。ノーマルなどだったら普通にコンボの最初らへんに足払いやって、ノーマルだと補正きつい場面でやるのはなさそう。まあなさそうですね。中央で 75% あったらそんなコンボやるぐらいですけど、
ドアンテ、あ、ドアンテンコンしようと思ったミスルン、ドアンテじゃねえじゃん。影は個性きつい時にふわすることあるから、その時はアヒルさんとイカラク。いや、まあノーマルでも補正きつい時にホールドアップすることあるけど、ワロタ、まあだそうですね、アヒルさんと俺との戦いですね。まあ俺はあれか、割とクリッシュしたい時にホールドアップ即クリッシュで解決するけど、まあもう三重師の話はやめようかな、言ってて悲しくなる。まあただ投げが通っただけなんで、あんなもん漢字と一緒ですよ。あのジャンビマジで勝てねえ。2B 振る方が悪いか。25% でこんだけ減るってずるいよな。いや 25% じゃねえな、 75% 使った。結構真下に潜ってても JB に勝てない、悔しい。そうなんですよね、な強いわ。 C サッパーとっさに振れるかな、ああいう時に。いやでも無理かな、誰も勝てないんだよな。ああ全キャラ勝てないですか、やっぱ。もう C ザッパーするしか。もうとっさに C ザッパー出て、オートで 2B がオートで C ザッパー出るようだったら俺嬉しいんだけどな。とっさに C ザッパー出すのがきついんですよね。クイックエスケープしかない。 C ザッパー意識しすぎて空中爆打自動食らうまでがテンプレ。ああまあ確かに使ったらそんぐらい食らっちゃいますわ。どうせミツル確定取れないでしょ。ああクイックエスケープにですか。まあ確かにまあ取れなさそう。いや取るのが難しそう。見てから5F振ってもなんかなって感じですしね。あまた2尾負ける。ゲージあるからな、なんか当たったら勝てるんだけど、そのなんかがな最悪。なんでミス、あの暴発するのかわからん。わらわら。いや俺も本当になんでこれ真顔でしたよ。俺はこれ死なねえよな。俺もな、いやクリッシュ打ったつもりはないんですけど。安定ゲー、安定ゲー。いや俺、いやマジでなんであんなんが暴発するのか本当わからない。その前のな、西狙撃で威嚇じゃなかったんですか。威嚇、ホールドアップ全然威嚇になりませんよ。その前の西狙撃でホールドアップ使う、 SB コーツ使う、ゲージ残すかすっごい迷ったけど、いやさすがにまあどっちにしろ死なないから
ゲージ残そうかなと思ったけど、ナオトってそういう選択肢ありなんかな、ゲージ使わないという選択肢。うん、殺しきれないときにゲージ使わないという選択肢ありなのかな。もう分かんねえ。電波さんもするならじゃあ俺許されるじゃないですか。もうこのコンボ最悪に、コンボ選択ミスというか変なコンボしてるし、あ、ミズル神話の範囲にやと思いながら、金キップの若さんは許されません。え、そえ、え、じゃあ全員許されないじゃないですか。もうやっぱ暴発するのがダメなんだ。やっぱ僕銀なんて、いやもう切符も何も関係ないと思いますよ俺は。なんか言いたいことあったけど忘れてしまった。何を言おうとしたんだっけ。次ら辺でラスワークにしようか。あ、そうそう、このコンボ、このコンボね、あの番長に入ったんだけど、番長しか練習してないせいで他のキャラ画面端でためにしや入んなかったんすよね。まあ分かってたような分かってなかったような。もうこのコンボするのもうやめました俺は。だからまあああいうのは普通に手台数にシーズアッパーやってコード調整しつつニーズアッパー行くのが理想ですね。もうこの日 あのコンボ全部ミスってたからなんでだろうと思って思いついた。素直に 5C ザッパー 5C から2ザッパーするのがいいか。あーダメ勝てない、ボコボコ。もうちょうど終わるでしょ、ちょうど、いや枠内終わるでしょ。いや終わるでしょう。ん？次ラスワーク。じゃけ次枠でラストかと思ってん、ごめん。
の試合の続きは。あ、察し。いらっしゃいませ。これが結果です。壁。あ、石井さんいらっしゃい。いやいや、こんばんは。最後の予選のアイス感じが抜けたんでしたっけ。そうですね、シャドウ感じですね。俺もその抜けた人と対戦1回だけしたことあるんですけど。その1回負けちゃったんで、ちょっと当たりたくはないですね。まあ、以前岡山に来てたことがあってね、まあ、1回しかやったことないですけど。ほほう。まあ、シャドウ感知言って、まあ感じ戦なんで、まあバータイで6000くらい飛ぶんで、大体が。6000切ったらマジで気をつけないといけないかなって感じですね。S って知恵のイメージが。シャドウはね、割ともう、いや、まあ、ミツルの方が割とみんな強いと思いますよ。シャドウミツルは一番シャドウの中で多いですからね。マジっすか。マジっす。丸い丸。コンボ簡単らしくて、お手軽に効果力。しかも大体バータイ。シャドウアイギスはシャドウの中で使う価値がないキャラ、トップクラスですね。ゆかりとかも。SJ は火力こそ出るけど、立ち回りと通常火力がちょっと弱い。まあ結局はチンなんでね。ほうほう。まあでもシャドウチアバータイで飛ばせるのが強い。暴走入ったら大体バータイなんで、暴走入る前にバースト吐かなきゃいけないってのがちょっと辛いとこですけど。割り込み SB コーチとか新しいな。これ死ぬんかね。あ、死んだか。減るな SB。 悪夢のリバサ SB コーチ。サメだれ。いや、まあその話はやめてあげましょう。8万かかってたんですからね、あれ。8万円はやめてあげましょう。あ、もしかしてその話でしてないかな。俺が勝手に言ってるだけかもしれん。
回の予選抜けたキャラって誰が多かったんです？番長ですね。番長が5人です。ついで陽介と熊が4人で、3人はアイエスとミツルかな。ガードしてね俺。まあそりゃ万丈二強なんで。また暴発してる。レバガチャしたら暴発したんだけど。まあ番長なら。で、出た、わらわら。今日で何回目だ、もう3回目ぐらいなんだけど。ひどいな、本当に。この日は本当にひどい、これ込みで。いつもひどいけど、これさらにひどかった。勝てませんわ、山下さんには。気づいたら11段になっちょる。いや俺その昨日9段まで落ちましたからね。最終的にはまあ12段になりましたけど、今一旦9段まで落ちたんで。僕も酔っ払って遊んでたら9まで行きました。マジですか。仲間ですね。まあすぐ戻るから気にしない。まあそう、ダイナーで気にしたい。このゲームできませんしね。友野さん頑張れ。あら、友野さんの応援が。いや、友野さんは侍全治ですから強いですよ。
スーパー子さんプレイヤーですから。うめえ今二尾。いや、わコンボ選択バッチリだったけどギリギリ残った。欲望の逆ギレ。こういう時はオツ型使った方がいいかな。やっぱ俺シーソー撃オツが下手すぎて取りもしたけど、なんか実戦でハマン、何度か実戦でハマンボード発したことが。友野さんはちゃんと日蓮先生にしっかり。うわー、シー狙撃オツはやろうとすると焦ってスップ狙撃出たりします。俺その暴発ないんですよね。やっぱ入力の仕方が下手くそなんかな。うわうわー、いや、やべ、友野さん頑張れ頑張れ。さっきのボディ暴発はもったいない。いやでもナオト使いなら分かる、分かりますけどね。あやっちゃったか、解除ミスかなって焦って解除連打したか。あれはあるある。そう、友野さんはちゃんとミツル戦テイダジャンシーを最初から SB 同時押し。ああなるほど、そういうそれだと暴発するんですね。俺はちゃんとしっかり CB 同時押ししてるつもりが B 押せてないことが多々あり。 SB 同時押しじゃなくてクブ同時押し。ああなるほど。まあ結局ハマン暴発するんで雑魚ですよ俺は。おいける。それは入らんかな。やっぱ入らん、入るんかわからん、覚えてない。ああ友野さんのこのジャンシーの振り方見習いたいな。すごいうまい。この枠でラス枠なんであと15分程度。まあ動画ももう終わりですしね。そう、このアイギス戦もこのテイダチャンシーがすごい機能して、気づいたのは俺翌日なんですけどね。アイギス側はあのテータチャンシーされたら見てから 2B は絶対負けるんで、素直にガードするしかないっていう結論になりました。そのジャンシーをテータチャンシーを立ちガードして直画して 5A を置くとかぐらいしか抗えないかなみたいな。まあそりゃ先読み 2B だったら勝てるかもですけど。みんなおいしそうな PSR しとる。あ、ねねなさんいらっしゃいませ。
いやもう岡山早く帰ってくださいよ。みんなねねなさんとやりたがってますよ。もうみんな PS ら美味しいんで。火曜帰って水曜も休みなんだけど。え？みんなおらんかな。もう帰ってくるんですか？早っ。え？火曜日？火曜も休み。ああマジか。え、ちなみに金曜日は？あの22日の金曜日ミントさんが帰あの帰ってくるじゃないですか。ミントさんがテクノ来るんですよ。俺も仕事終わったらテクノ行こうと思ってで、まあ夜9時ぐらいになるんですけど、金曜日も来れるんだったら金曜日、はい、行きますよ。ん ?31 コマさん、31コマさん誰だ。あ、ねりなさんか、水休みか。ミンティ、あ、ミントさん、お、おったん、おったんか。じゃあまあできれば金曜来てほしいですけど、火水はね、行けるとしたら地元勢ぐらいですかね。無水さんとか友野さんにとかホールさんに聞いてみたらどうですかね。やっぱ火水はで、まあ俺ら的には金曜日も来てほしいかな。夜だけでもいいんで、夜ちょっとだけでもいいんで、シャープ戦やっときたいです。ほんとは仕事後行きますわ。じゃあ、あ、マジですか、ありがたい。山下さんもいますし、山下みつるとミントクマと無水さんは東京行ってるからいないけど、まあ、無水さんとやりたいなら、まあ、火曜水曜どっちか誘えば来てくれるんじゃないでしょうか。無水さんもねりなさんとやりたがってたんで、バージョンアップ一回も対戦してないんですよって昨日言ってましたよ。これレンガじゃねえんだけど。あ、バス M か。賞金欲しかったんだよ。280万円欲しかったんですか。エポじゃないんだけどな、これ。新本か、20万、あ、20万かけ14で280万ですもんね。もじゃさんの話じゃないですかそれ。エボで優勝すればあと14回は遠征できた。P4U なかったけど、あったけど賞金なかったんかな、わかんねえや。しやがって。いやもうあの T シャツはね、もうフラグですからね、分かってて着てるんでしょ。もうちょっと友野さんで遠征でワンツーフィニッシュでいいよね。いいんじゃないでしょうか、さすがに。シャビとやりたいって言ってもシャビおらんで本戦わら。まあ確かに出発前、充電中、前日、崖っぷち、当日、シャビいないですけど、ファイブとかやっぱいますし、やっぱブブさんとかも向こういますんで、
ね、やっぱやっときたいっていうのは本心ですよ、間違いなく。出発前、充電中、前日が取れるような T シャツ、むしろ充電中だけだった。確かに充電中の T シャツ着ていけばよかったのに。もじゃさんは分かってて着てるんですかね。見たらすげえ下手くそだな、アイギス戦。素直に引きずり下ろされてるし、なんかオルギア中でも突っ込んでるし。若菜音最強なのに負け越したん？この日は負け越しましたよ。で、次の日グルポさんからこうした方がいいでって言われたのを実践して、なおかつ、まあ、この日はなんか今日勝ちたいみたいな動きが多かったんで、もっと落ち着いてやったら、まあ、グルポさんを具にやらせることができたんで。てか俺最強じゃないですけどね。そもそも。でも山下さんにはどう頑張っても勝ち越すことはできませんでした。山下光はやりたくないけど、番長よりハイか。まあ番長よりかはまだいいんじゃないですか。 F 式対策軸クラウ、 F 式の軸確認むずすぎる。なお課題は、あーミスター、じゃあ、いや無理でしょ、じゃあ視覚にヒット確認は。そう、下段すればいいだけです、対策は。軸食らうならずっと立ってた方が強い。まあ確かに。ジャンシータッチガード、確認したところで何もないんだよな。ジャンシータッチガードして、ジャンエをタッチガードした後の下りジャンシーを割り込めばいいだけなんで、多分全キャラに、まあ、ほぼ全キャラ逆ギレか 2B でいいですよ、あれは。まあ、クイックエスケープとかも安定でしょうし、タッチガード、タッチガードして割り込むだけ、簡単。はあ、この日はもういいとこないんで。あ、ちょっと待って、これ飛んでるな。次じゃ。F 式も強いけど下段と投げでも十分だから、 F 式練習しなかった。まあ確かにどっちも強いですからね。どっちも減りますもん。あと4分ぐらいなんで、あとこの試合見たら終わりかな。あ、価値観ミスも相当多かったこの日。むしろみんな暴れる
からちょっと距離取って鳥かごっぽくした方がいい、イカ役最近してきてます。ああなるほど、F 式するじゃなくて、てか崩すんじゃなくてちょっと離れて罠を置いて相手を、あれ、あ、終わってるじゃん、つうかデータ壊れてるし、データ壊れてる、最初戻ろう。固まった、すいません、データ壊れてましたわ、うん、ここら辺かな、俺が一番最初、この日最初の一番最初の試合から移しますって言ってももうあと3分なんですけどね、これ見て終わりにしましょう。だからグズジャンシー重ねるんじゃなくてちょっとし罠を置いて相手を逃げづらくしてからそっからなんやかんやみたいなね。俺もたまに気分乗ったらそんな感じしますけど、まあ使い分けていきますかね。俺もなんかしっかり対策してる人にはもうなんかジャンシー重ねたくないですもん俺、正直ディレイ受け身とかもあるしもう嫌だ。投げも通らんし、しっかりしてる人はファジージャンプ上手い人はね。ちゃんと軸重なるかどうかが運だからな。そうなんですよね、運ですよ、運。バースト怖くて早めの守備コーチしたけど使わせた方が良かったかな。ちゃんと SB マハブフゲージあるときはホールドアップ構える準備しとこうか。もう30秒で終わる、このラウンド終わるかな。分かった、ちょうどいいや、これで終わりね。まあ、これここら辺の試合は最初の方で流してるんで、まあ、タイムシフト残ってるんで見たい方はそっち見てください。じゃあお疲れ様でした。おつしたお疲れした。おつにも。おつにも。